こんにちは、山すんでございます。本日はですね、ちょっと資格のお話をしようかなと思います。ビルメイ4点セットの取る順番というテーマでお話をしようかなと思います。私は、一応ビルメイ4点セットと呼ばれる資格、第二種電気工事士と、危険物の強、それから2級ボイラー技士と、第3種冷凍機械責任者、この4つの資格を持ってまして、以前難易度に関する動画は上げたんですけれども、取る順番っていう動画をちょっと上げてなかったなと思って、本当はね、難易度の動画と取る順番の動画とセットでやろうと思ってたんですけど、すっかり忘れてたんで、今回はね、取る順番ということでお話ししてみようかなと思います。これはもうあくまでも個人的な意見だと思いますけれども、ただね、大体の人は正しいというか、そう、大体の人の相違なんじゃないかなと思いますね。で、まず、一番最初に取るべきものっていうのは、やっぱ第二種電気工事士。これはね、やっぱその求人数見てもそうですよね。大体その、なんていうんですかな、そのビルメンテナンスの仕事をする人たちっていうのは、大体電気工事士は最低でも持ってると。逆に電気工事士の資格も持たずにビルメンの内定はなかなか取れないんじゃないかなっていうぐらいの、中途でですけど、ね、なかなかそれは難しいんじゃないかなっていうような、そんな資格になりますね。なんで、まず一番最初に、第二種電気工事士を取るべきと。で、しかもこれはですね、年に2回試験があります。年に2回試験あるし、筆記試験の日程と、実技試験の日程と、2つ分かれてるので、結構ね、その取るのに時間がかかるんですよね、時間が。それに、実技試験に関しては、大体の人は未経験だと思うんで、結構練習がね、必要なんですよ。これもう時間がかかる。もう本当に、筆記試験とかだったらさ、別に1ヶ月間ぐらい本読んでさ、ってやっちゃいいんだけど、実技試験に関しては本当に、なんつうのかな、その時間を取らないと、その1日、例えば1時間なら1時間って、そういう時間を取らないと、練習できないんだよね。筆記試験とかだったら、そのテキストをね、1日10分とか20分とかペラペラって見ていくだけでもうちょっとずつレベルが上がってくんだけど、実技試験ってのはやっぱこう、まとまった時間をバーンって取って、で、しっかり完成させるっていうところまで、やっぱ特に初心者の人はやらないと、多分合格するのは難しい資格だと思うんで、だからこれちょっと結構時間がかかるんですよね。一番大事だし、結構時間がかかる。このちょっとダブルでめんどくさいというところで、一番最初にやっぱり、取るべきなのは、第二種電気工事士かなと、思います。そして、次に取るべき資格っていうのは、これはちょっとね、迷うんですけれども、第三種冷凍機械責任者かなと。第三種冷凍機械責任者のめんどくさい点が一個あって、年に一回なんですよね、試験が。11月に試験あるんですけど、たったもう年に一回しかない。落ちたら来年になっちゃうっていう。これめんどくさいですね。これはめんどくさい。だから、もうとにかく、取る順番としてはやっぱ第二種電気工事士取ったら、次はその年一回のね、11月に備えてしっかり勉強するというところが、大事になるんじゃないかなと思いますね。で、ただ講習っていうのもあるんですよ。今だったらオンラインで講習受けれるんで、講習受けさえすれば、保安管理と法規だったかな。2種類確かあったと思うんですけれども、科目が。その保安管理の方が免除されるんで、法規だけになるんですよ。要は法令だけになる。だから、講習を受けて、その講習の検定試験合格して、で、11月に備えるっていう、このパターン。このパターンが、王道パターンなのかなと思いますね。で、ただね、やっぱその仕事で多分、第三種冷凍機械責任者が必要になってくるのって、多分近年少なくなってきてると思うんですよ。大体結構その法律の兼ね合いで、なんかその、なんだったっけな、何馬力以上の、その冷凍機、を、要は、保安するのに、そういう資格がいるんですけれども、今そういう、なんですかね、冷凍機の組み合わせでね、うまいことやって、その、要は、資格がなくても取り扱えるような、そういう冷凍機っていうのはちょっとずつ増えてきてるのかなっていうのが、あるので、だから、そこまで、資格の重要性としては、次に紹介するね、危険物の強に比べては、比べたら、資格の重要性自体は少なくなってきてるのかなと思いますね。その第三種冷凍機械責任者と同じぐらいに、なんつうかな、順番としては取っておきたいっていうのが、危険物、オツヨン。オツヨン持ってると、危険物のね、油関係ですよね。油関係の、危険物を取り扱えると、いうことで、講師までね、持ってると、ね、なおいいと思うんですけれども、とりあえずまずは危険物、オツヨンかな。オツヨンを取らなきゃいけないっていうことで、オツヨンに関しては、本当に東京だったら毎月のように試験ありますし、愛知県でもね、年に5、6回以上かな。本当に2ヶ月に1回ぐらいあるから、試験回数が多いんで、それに、1ヶ月半ぐらい勉強すれば、大体合格することができる資格だと思ってるんで、そこまでもう急いで取らなきゃいけない。もう急いで取らなきゃいけないっていう。
まだ別に今回取れなくても次があるみたいな。怠け者の人とかだったら、あ、まあ次があるし、まあいいか、みたいな。まあ次もまたあるし、いいか、みたいな感じで、どんどん先延ばしになっちゃうパターンもあるかもしれないですけど。だからまあそのね、年に1回しかない冷凍機械に比べれば、なんつうかな、勉強する順番っていうのは、その次でいいのかなと思いますね。で、一番最後は、まあ2級ボイラー技師。で、2級ボイラー技師の、なんつうかな、求人見ても分かる通り、結構少ないんですよね。二級ボイラー技師必須の、まあそういう、なんつうのかな、ビル面業界というか、まあそれ以外の仕事でもそうですけれども、まああんまり多くない。で、まあ二級ボイラー技師に関しては、どうだろうね。まあ東京とかだったら2ヶ月に1回ぐらい、1ヶ月に1回ぐらい試験あったかな。ね、出張試験でもいろんなとこでも受けれるし、愛知県でもね、多分年に 4回ぐらいは、まあおそらく試験があると思うんで、まあ危険物と同様に、まあ年に何回もチャレンジすることができる。しかもね、他県もこう、視野に入れたらもういろんな県でね、出張試験があるから、うん。だから近隣の県で、いろいろなところで受験することもできると思うんで、だから本当に受験するチャンスっていうのは多いし、だけれども、まあ、そこまで重要視されてない資格なんじゃないかなっていうので、一番最後、この4つの中でいったら一番最後に、ね、取ればいいんじゃないかなと思いますね。ただまあ未経験の人の場合はですね、これ講習、3日間の講習受けなきゃいけないんですよ。実技講習っていう。あ、実務講習だったから。それがちょっとね、めんどくさいですね。だから先に実務講習受けて試験受けるパターンもあるし、試験合格した後に実務講習受けるパターンどっちでもいいんですけど、ただその免状を交付されるためにはその実務講習を受けなきゃいけないから、うん、それがちょっとね、めんどくさいかなと。まあ、ちなみに私は東京にいた時に、2級ボイラー技師取ったんで、なんで、埼玉でね、講習受けたんですよ。埼玉は、土日祝のこの3日間で、講習受けれたんで、仕事休まなくて済んだと思って、で、埼玉までわざわざ行って、講習を受けましたね。まあ、そういう件もあります。ね、土日祝でやってくれるところもね、ありますし、まあ、例えば金土日とかでやってくれるところもあるんじゃないかな。ちょっとわかんないですけれども。で、そしたら、有給1日だけ済むよね。ね、平日3日間ね、有給休みますみたいな。で、しかもそのなんか遊びに行くわけじゃなくて、講習受けに行くみたいな。なんかね、休みが休みじゃないみたいな、なんかそんな感じになっちゃう。やっぱ土日にね、やってくれてるところで受けるのはいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、ということで、まあ、今回はまあ、取る順番、ね、まあ、難易度はね、動画に以前上げたんで、まあ、ちょっと概要欄にね、その動画貼っておこうかなと思うんですけれども、まあ、取る順番としては、一番最初にやっぱ第二種電気工事士を取りたい。で、その次が、まあ、冷凍機械、第三種冷凍機械と、まあ、キューブを突入。これが多分、ほぼ、同じぐらいの、多分取る順番かなと。で、最後はもう、二級ボイラー技師は本当に一番最後の後回しで、いいんじゃないかなと、思いますね。はい。ということでね、まあ私の、まあ、意見ではあるんですけれど、まあいろいろね、いや、危険物を落とすのが一番最初だとかっていう人もいるかもしれないですけど、私的にはやっぱこの順番がベストなんじゃないかなと、思いますね。はい、まあということでね、ぜひ皆さん勉強の方、頑張ってください。それじゃあ、バイバーイ。